これから438キロを走ろうという全体の皆さんにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。当初これ予定した時はこんなにたくさんのこの距離走りたいという人が集まるとは正直思ってませんでした。こういうトルデジャン形式のライフベースを設置した超長距離のレースっていうのは日本で初めての大会になります。この長さはもう長いトレイルってなかなかないので魅力的だなと思って参加を決めました。今日は無理せず完走できたらいいですけどちょっと頑張っちゃうんですね多分。お疲れ様です。気づいてほしいな。さすがっす。あれ？これこれ。よかった。早々に集団ロストかと思いました。こんな微妙なそうちょっと分かりにくいですよね。ここ微妙に分からない。ああいうのはダメでしょ。言っちゃ横島のことしか僕下の方で見守ってたんですけど。気持ちがなくなってる。UTMF は温存してましたよ。このレースがあるからと思って常にゆるり走ってて、まあ、後半、まあ、入賞すると思ってなかったのでちょっと頑張っちゃったみたいな。5月6日にゴールする予定なんで人を気にせず時間を気にしていこうかな。少しは小野さん気にされてるんですか？
気にしてみてよ、まあ、調子どうなのかなみたいな。まあ自分もこれからちょっと調子見てペースを考えていきたいと思いますけど、トルデジアンとかこう何日間か渡るようなレース出たくて、しばらくコロナでダメかなと思ったので、ちょっとエントリーしないと後悔すると思って落ちちゃいました。今は良かったと思ってますけど、あと数時間後はどう思ってるか分かんないです。あっち撮るよ、はい、あれ登んじゃね、あれ行くでしょ、あいつら全部行くでしょ、バカやん、あれ何キロ先、どこが比叡山、これ比叡山、それは正面の上に、そこなんだ、もう行きたい。違うから行きたい。なんか次のエイドに行くまでで必死です。ですか、はい。ちょっと予定より飛ばしすぎなので気をつけてください。やっぱり間違えるな。本当間違える。20キロこの先は20キロ、うん、あの信楽富士、手元が震えるわ。匂いも取りたいぐらい。出来たてをラップすると蒸されて、あの今食べると喉に詰まるんやけど、走ってる最中もうこのしっとりになってちょうどよく。すいません。最初は僕が三重の実家まで京都から山だけをつないでこう帰省してみようと思って、でそれが結構面白いなと思って、じゃあちょっと 北も行ってみたら滋賀県一周つながるじゃないかっていうことを思って、自分の中ではその自分が走ったルートがこう綺麗に一周つながってやったって喜んでたんですけど、エリア的にはやっぱり北の方が一番荒れてたんですけど、宿に泊まるの高いんで結局米原に家を一軒を借りて、はい、それでまあもう毎週行って泊まってるより もうこれ借りた方が安いってことに気づいて、延べ150人ぐらいの方がご参加くださって、まあ、すごいたくさんの方のまあ協力であの道が通ったっていう感じ。トランスジャパンとか ああいう形の本当に厳しい自然環境の中だと、やっぱある程度人を選ばないと危ないっていうのも分かるんですけど、まあ、幸いその市街一周のコースは、まあ、もう少しその裾野が広げられると言いますか、できるだけたくさんの人に感想を出してほしいという気持ちでやってます。私が選手でペーサーなんです。古子さんですか。一番前がペーサー。私ペーサーです。連れて行ってもらってるんです。ペース上がりすぎないようにするためのあの。
今日は私のそしておこぼれを預かっているんです。今おこぼれとはペーサー何でもないのについてっていると。ただロストするかもしれないです。とりあえずは時計で GPX のデータマップ見ながら行ってますけど、分岐たまにやっぱりちょっと分かりにくいところがありますね。今回ちょっと体調不良があっていろいろと2月は1ヶ月入院してたんです。でも下見は何回かして滋賀県一周ってやってみたいなと思ってすごい憧れて。めっちゃビビりました。好きなんだけどね。あれは嫌ですね。めっちゃ吠えまくってるんですね、一人一人。疲れそう。広島県の山奥で地域おこし協力隊やってます。じゃあ道の駅の配属で産品開発したり商品作ったりして、人と競うよりも自分の限界に挑戦する方が好きなので自分がどこまで走れるか挑戦してみたら楽しみながら限界に挑戦できたらいいなと思います。夜の雨はどうでした？夜でした？はい、夜はもうガッと雨と風で全然ルートが見えなくて、
今回のゴール設定はどうなんですか？設定は使えないです。福井さんの後ろ姿で見ると追っかけたくなそんな無理やのにってに追い上げました。でも急にそうなんですよ。急に、ペースアップしたわけだ。あ、そうなんですね。最近覚えたんですよ。手が濡れてるから、iPhone 反応しないんですけど。そうですね。でも、ベロで、ベロってか唇か。あ、結構乾いてるから、なんか反応するんですよ。活用する機会になまで寝ないで行こうかなと思ったんですけど、道中寝る可能性は想定してて、でもこの雨じゃ寝れないんじゃ。何回も転んだんですか？もう転びまくりですよ。転びまくりの。違う、イブキ、イブキ、あの白のやつ、白のやつ。これはうまそう。お茶は冷たいのしかないけどいい。めちゃくちゃうまいな、これ。そう、よかったな。40ぐらいの時、あのすごい80キロぐらい太ったんですよ。はあ、で、マラソン始めようかな言って、で、今度山が好きになったんちゃいます？じゃあ毎回サポートして。いや初めてだから何にも分からへんのに。あのね、170から200までは自信があるんやけど、それ以降はね自信がないから。怖い。ほんでやめる言うてもね、あの期間取ってくれって言われてるんですよ。もう送り出してくれって。どうなるかは分かりませんけど、無事にね完走してくれって。やるわ。もうやめたくもない。やってください。お疲れ。何分ぐらい横になられたんですか？25分目が覚めました。やっぱり気が張ってるところがあったかもしれない。あとは、金星さんの発言。そうそう、いらっしゃい。次のラジオレースまで頑張って引っ張ってきます。
れぐらい見られたんですか？多分5分くらい。一瞬落ちただけって感じですかね。なんかいつものね、あの海外レースの、あのなんだろう、そういういろんなタイミングと全然違うから、まあ、眠れてない。狙ったわけだな。みんなロストしてくれたおかげ。停滞音ギリぐらいまで来ました。ずっと、はい、雨と風にやられてて。ああそうですか。全部びしょびしょで。今は行けそうですか？とりあえず持ってるもの全部着て、はい、あのリビーの体に巻きつけて。あ、そうですか。行ってるところよりだいぶなんかコースが細くて進みにくいな。鳥海さんが2018年のトルデジャンの5位で、その時に小野くんも出てたんですけど、途中でリタイアをしたので一緒に、ね、表彰台には残っていない。トルデジャンメンバーですね、今回はね。あの私が知ってるとねゆめさんはもっとキレキレな感じのタイプなので、今回は何楽しみに来たなっていう感じ。いいですか？やっと100マイル、100マイル。走る。あーどうも。寝てらっしゃると思う。あ、すごい素敵なところ。小指、あーでも。2本？小指はいいですわ。2本するか。はい。で、イーノ君とかもそうだけど、エビク充電してくださいって注意が出てて、大丈夫ですか？振り巻きがいないもんで、そうね、そうす。あと後ろにさ、迫ってのちょっと離れてさ、そうやって離れちゃった。で、お、来たかな？明かり来たよ。明かり1個歩いてる。あれ、小野くんだと思う。よし、安心した。お疲れ様。はい。お疲れ様。まあまあ、ギリでした。寒くて言ったらよかった、テータイム先生。まあいいですね、でも一発目がはっきりしてて、こういう方が好きです。
確実に 1000m アップして、あとはちょっとギザギザして、今日の方は良かった、なんか調子が上がってきてるみたいなんで、この熊ね、なかなか見込めるんじゃないですか。高いもの食べれるって幸せですね。本当に。なんか街に降りてくるだけでポッとしますね。うまっ。まだ。まだちょっと寒い。まだここライフレースの3なんだけど、まだあと4つある？余裕っすよ。余裕。よろしくお願いします。はい、頑張っていきましょう。あ、どうも、あざ。あ、いい天気。どうも。僕の晴れ男なんで。わあ。ここで味で。だいぶ前に持ってた。落ちそうやな。いや、ないですよ。僕は先頭を走って、福井さんが後ろからついてくるんですけど、まあ、分岐とかで、まあ、福井さんが、ケンセイさん、そっちじゃないです。ケンセイはそこはまっすぐです。分岐のところでは必ず後ろ側をこう見て福井さんに指示してもらうようにして、もう福井さんにはちょっと申し訳ないですけど、いってらっしゃい。 OK、 ありがとうございます。57分、1時間の差あるな。絶対足んないっすね。それでもどうして出られたんですか？貯金をしたくて。抜かれたらざまみろだよな。大体ね、あの彼氏持ちを好きになるんですよ。そんな暴露しちゃっていいんだ。誰かと付き合ってると安心して次に行こうと思わないじゃないですか、その 彼女が。だからそれを頑張る。それで勝ち得た時がまた、でも勝ち得たことないんですけど。大概ね、あのね、彼氏から電話かかってくるんですよ。やめてくれっつんだったら自分がもっといい男になるよって。ピーク。いやこれいいね。これはちょろいな。まだまだかかってこい。
なんか元気なんで遊んじゃいました。本当は抑えた方がいいんでしょうけど。3日目ぐらいになると調子よくなってくるから。お疲れです。ありがとうございます。結構カレーとかが多いじゃないですか、こういうステーションは。あえてお好み焼きで。明日見てもらった？あ、いや、多分大丈夫。大丈夫。いや、そういうのは後々大変になるよ。まだ長い距離なんだから。この先。考えるんだと僕は絶対やってもらった方がいいと思うよね。まあもうすでに160キロ以上走ってるんで、あのやっぱり太もももやっぱり使っちゃってて、昨日雨とかだったんで路面も悪かったんで、だから今もうあの下りとかももう足がずっと痛い痛いって言ってて。昨日の夜出てようやくここです。この先にローソンがあって、あの使っても OK っていうことになってるので、ここでちょっと。食べ物とかそういうのをちょっとエイドにないもの、火が通ったものでハムカツを買いましたけど。ちなみにアルコールなんかを取らないんですか？知らしくない。ああ、思いつきませんでした。あ、まだ山ある。まあ、飲まない。この辺は真面目に。誰かにも言われたんですけど、あんまり変わらないので、飲んでも飲まなくても眠るのは眠いので、まあいいかも。あら、ほんとボロボロだな、半分なの今まだ。あー、お疲れ様です。わ、これは多分大人気になると思います。試食会。
めっちゃうまい。やめて、言わない。めっちゃナイスペースでした。頑張ってください。寒くない？だいぶ寒くてなあ、寝込んでる？寝込んでる？疲れが出たな。頑張ってるね。つもりないですよね。すげえ道に迷う。感じわかんない。そうだと本当にどうしようもないです。どうしてつけないの？あんまつけたことないんで。よく覚えてる。特になくても困んないかなと思ったんですけど、いるならいた方がいいみたいな。これからどうするんですか？これからどうしようかな。寝るか、でもちょっと早いんで、次も寝るみたいなんで、次まで頑張ってみるか、ちょっと考え中です。ありがとうございました。僕もここまで言うと大体分かってきました。誰に言ったらいいかと思って。ダメならもう顔パンパン、パン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 なんですけど、飲んでるかよく寝れるか、どっちですかね。本当賭けかな、賭けだと思いますね。とにかくね、次でちゃんと寝ないとと思ってるんですよ。次ちゃんと寝れなかったら本当に死んじゃうから。寝るのに苦労してる。明日勢いに待ちですよ。とりあえず4時間、どっかで死んでるかも。とりあえず今日は寒い。イーナ君はここのことをエイドだと思っているから、エイドの方がやっぱり しょぼいと思うんですよ。だから向こうで寝たんですよ、うん。まあ、私知っているから、うん、こっちは集会所みたいなところだし、建物はしっかりしているからっていう話はしてあって頑張ってきたんで、いい感じ、うん、いい感じだ。いい感じ。走り始めたら、間違えてる、潔く間違えてみたいな。急に重たいことを今まで緊張してなかった。頑張ります。今回福井選手のペーサーでここから L ライフベース6ぐらいまで一緒に行かせてもらいます。
まだあとで。ありがとうございます。行きます。ちゃんと無事連れてきます。じゃあ行きます。ありがとうございます。よし。あ、元気になった。あ、寒い。さんたち、何ですかね、横山岳登ってる最中で後ろからライトが2つついてて、ロストしたのかな。後ろからライトが見えてる。俺ロスト。俺が間違った。しかも。そうそうそう。すいません。あのロード上がっちゃって、上がるとこわからんくて。で、いやまあすごいナビゲーションスキルを持った人なんで、道なき道を行かされました。頼んだ以上文句言えない。やっぱ冷えるな。ここですることないし、部屋の中あったかいから汗冷えしちゃうし、早く出たかった。寝るか2時間弱ぐらいですかね。すっきりと目が覚めました。さらに気持ちよく降りてたら右にペロってあったみたいで不覚や。ロストしたの。福井さんってどんな方なんですか。優しいですよ。でもすごい情熱は持ってると思います。熱い人ですね。優勝狙ってほしいです。レースではこの距離初めてですからね。でもあの体を仕上げてここに向けて頑張ってきてたので狙ってるんじゃないですかね。さっきのところで寝たのが正解です。眠さも来ないし体も調子いい。
や破けたらずるっと行くと、そう、で次で、こんな風に奥さんに教えてもらうこともあるんですか？ないっすね。こういう質問するありがたいっすね。めったにね、基本的にサポートをつけない人にね、がついにつくんだから、二度ともうないかもしれない体験をしていただかないと。歩きの方が得意なんで、歩けと言われるけど歩きの方が楽かも。おはようございます。どうですか4日目？まだ3分の1なの。まだドライブインの売店やってないんだよね。そうだね。ソフトクリーム、ソフトクリーム食べられない。食べてたもんね。今ビール飲んだ。リフレッシュ。あ、ローソンで？ローソンで。心のオアシス。晴れてきたよ。やったー、3分の1。まあいつか着くでしょう。シューズはこれ、紐が。あ、本当だ。両方。結ぶのもめんどくせえ。ああ。イエーイ。うわ、目が死んでる。心も死んでます。親指の部分が実はちょっと膨らんでるんですよ、ここが。で、急遽ちょっと彼に1個大きいサイズの靴を買ってきてもらってですね、はい、これも、うん、急遽ちょっと彼の初期化して使わせてもらってるんですよ、うんうん、お尻にスマホ入れたら転んで。新発売のやつなんですけど、さらにですね、1月に買ったばっかりのフェニックス7っていう、こう新しいのがあるんですけど、50時間越したら止まっちゃってですね。なので、これは彼の
見守りたいと思います。よかったですね、はい、ありがとうございます。あ、関門追い詰められてますでもまだ、まあ、出ちゃえばなんか、うん、いけるのかなと思いながら不安になっちゃって、まさか関門に襲われるとは思いませんでしたぶっちゃけは夕方まで。5時間近くうろうろしてて、うん、もうほんと嫌になっちゃったな、うん、でも着いた疲れちゃった、うん、なんかこう体力的な記憶、うん、ルート見つけるのがほんと難しいです。たどり着いた。おーい、いやー、ほんとこれ山も難しいですし、いやー難しい大会です。まず気持ちよく、あ、気がつかなかった、聞いてしまった情報いやでもリタイアでカモアウトの間もうシャワー浴びてカモアウトですよって。私後ろだったからさ、もう間に合わなくなっちゃって。そうだよね、でもこれだとお風呂も入れるからねとか思ってすごい人と一緒に。奥吹雪の雨でしたね。あれは死ぬかと思いました。鳥海さんと一緒でもうやばかったですね。あの止まったら死ぬよねこれね。だからもうひたすら11時間もうずっとお互い励まし合って、もうトイレでも離れないからねっつって。お疲れ様です。ちょっと今水抜こうかな。水を抜く、ああ豆、ああ、うん、ね、ここも立派なやつで、ここ、いいわ。膝はどう、膝とも、いや、こっちが痛い。右だけ多分左も痛いんでしょうけど、右が痛すぎて。前のエイドで着いたら休憩しました。でそこから死にぎますかみたいな夜間にもなって、ね、なんかあったら危ないなお互いに。これだわ、ボロボロすでもまあなんとか動いてはいるんですけど、よくわかんないですねとりあえず生きてるってなあるある詐欺じゃないですか。いや、そのあるある詐欺が嫌いじゃないですか。
お疲れ様です。まだ心の決心がついてないですけど、やめると思います。すねが全然ダメで。新スプリントみたいな、多分着地が痛くて、そこの最後のロードも全然走れなくて、全部歩きでぐらい。聞いたらライフベースさんところでもうなんか違和感があったんですって。で最後福井さんは走ってきたけど、小野くんだけは歩いて最後ロードも来て、そしたらもう足を引きずっていた感じで、どうしたのって言ったら、実はなんか序盤からちょっと調子悪いなと思ってたって、そこで知ったっていう感じ。結局行けないけどやめられない気持ちもあるから、何をしたらやめるって決められるかなっていう感じなんじゃないですかね。本当になんかこう気持ちが焦ってるので、なんかいかに時間のロスを少なくするかみたいな、いつも 寝てる時に足のケアとか指のケアとか、もうあともう気持ちだけじゃないですか、気持ちだけで走ると思うので、いいんかなと思って僕中井さんとオンビで PKT した時、中井さんちょっと待ってくださいって言いましたもん。そうですね、あの時だけは。元気すぎて全然もう、いただきですか。何します？ここまで眠気は多少ありましたね。ありましたけど、昨日の方が眠気ひどかった。あっちまだ開いてない、まだ開いてないんちゃいますか。あ、でももう開け始めるね。座ってくださいね。はい、いや、そうやな。おじさんが閉めた。なんかでも言わせたらもし、いやいや全然はい、チーズ写真ってる人はい、いってらっしゃい、おはようございます、おはようございます、おはようございます。福井さんでどんな方なんですか。いやもう見てる通りナイスガイすぎるっすよ。男も惚れてしまうっていう、一見怖そうに見えるけどすっげえ優しかったりとかですね。夏になると僕はアルプスに見えてきます。日本アルプス、自分の足で上がってこの景色見て、人工物がないっていうのはあれだけで僕飯3杯売ってるんですね。そのアルプスに憧れを抱くようになったら、なんかこう日本海までから太平洋まで行くような大会があるよっていうのを友人から聞いて、そんなバカなのか。で、こう、超ロングレースに憧れを抱いたっていうのが、今、ここに参加している理由ですかね。ちなみに、はい、結構大きめのタトゥーを入れられてるじゃないですか。はい。それはどういう…全然理由はないですよ、別に。仕事柄、友人の友人に、やってる方が見えて、一回見に行ったら本当綺麗なんですね。その綺麗さに惚れて、お願いしますと。私は牛、ドラゴンですね。自分なりの意味があってそういう絵にされたんですか。あのドラゴンボールみたいなんですよ、顔が。え、どこですか。ほら、シェンロンじゃないですかこれ。おいくつぐらいの時ですか。24とか5とか、まだ全然走り出す前の話です。お風呂のこととかなんか不便は感じないんですか。今は感じない。当時はそんな、あの銭湯とか絶対行かなかったんで。
今ね、こういうスポーツやってるとどうしても走った後スッキリしたいんで、あのネット検索するのがすごい大変ですけど、まあ、それもいろいろ調べて、皆さんが不快にならないようにちゃんと配慮してゴール入ってますよ。もう行く準備を、行こうかなっていう気持ちになって準備を始めた。サポートさんとしてはどんな感じですか？やめたらいいって言ってそんなこと言っちゃいけないけど、いいんじゃないのもうって思うんですけどね。あ、電波入れば、連絡ください。やっぱなんかレースなので周りをちょっと意識しすぎですね。そんなことやってたら持つわけないですね、こんな長いの。やっぱなんか過去のあれに考えちゃうんでダメですね。おごっちゃうよね。はぁ、すっきり。行くぜ行くぜ、イエーイ。一旦死亡してコンディぐらいになります。何をモチベーションに進むんですか？何でしょう、いや何でしょうね、分かんないですね。暑いな。労働意識より労働、あ、労働が見える。久しぶりみたい。やっぱり疲れは正直目に見えてありますね。ところどころこんな感じで睡魔が襲ってくるようにしんどいやろうなと思いますけど。痛いっすね。厳しいっすね。どうしようもないって感じでもなく、何かのタイミングで良くなりそうな気もしなくもないですけど、分かんないっすね。スポンサー会でもこういうことあったんですか？あ、ほとんどないっすね。改めてこう福井さんの凄さが分かったというか、強いなって思いました。淡々と落ちもせず弱音も吐かず、あ、すごいなと思って。ずっと同じペースやからそりゃ強いですよね。
こういう焼きそば作ったことないんで。あ、ないですか。ないです。独身男性の必見品ってことです。どうやって作るのか今読みながら作りました。間違ってたらごめんなさい。なかなかいないですよね。すべて自分でやる人なんですよね。はい、もう3年ぐらいお願いしてるんですけど、言うことがないんで、他に頼めないですね。どうですか。あのちょっと水っぽいです。すいません。いや、そう。超うまい。こういう長距離の時に僕が気をつけているのは休息と食事、その2つだけはいつも気をつけています。トレーニングはしましたよ、やっぱり。日頃からとにかく食べまくるっていう、気持ちよりうんぬん言ってられないんで、食べないと動けないですからね。とにかく食べよう。あと70キロ切りましたね。ねえ。どんな気分ですか。まあ、ちょっと寂しいような嬉しいような。思ってる以上に自分が元気になって、まあ、ちょっとボロボロになってるかなと思ったんですよね。トラブルなく順調ですけど、全然つまらへんですね。個人的には福井さんに追いつきたい。飯野さんはちょっと後ろばっかり気にしてありますけど。飯野さんはまだ来ない。あ、僕は大丈夫です。はい。4本。いや、びっくりした。お手製のエナジー。大丈夫かな。チョコで降りてるかもしれない。これがその伊吹城の単なるね。あの誤差っていうかだったらいいんだけど、あまりねちょっとまっすぐ行ってるかなと思って。電話してみようかな。ダメだな。激下りだったら出られない。おお、もしもし。道間違ってるかもしれないよ。大丈夫？降りれてる？降りれてる？え？合ってる？あ、じゃあ、いぶきはね、それてるだから心配になったの。今、下ってるでしょ？ああ、なるほどね。OK です。OK。はい。ばっかりパンパンだ。全然太さが変わってきたよ。下りがね。ダメ。しょうがないっす。それでもよく頑張ってるっす。はい、どうぞ。いいパンポンだ、ポンポンだ。10分。
ございました。やばい、どうしよう、そのままだ。大野さんがイーノスに追いつくことはない。どうしてですか？あの足の状態では無理ですと思います。だからイーノスは何にもどこもダメージないですよね。唯一弱点は睡眠不足ですよね、うん、逆に川端さんとの前後の方が順番の話で言うと、うん、怒ってるのが全然もう分かれへんくなってきました。え、どういうことですか？なんか夢見てみたいな感じで、なんか大会やってますよね、ちゃんとほんまに。ああ、もう途中から夢か現実か分かれへんくなってきて。前の選手も気にされてます？前の選手、あ、全然前後は全く気にしてないですけど、もうとにかくゴールしたいっていうことだけなんですけどね。寝ます。うまく基本無心になって歩けてると調子いいんですけど、周り見えてるとなんかいろいろ考えて。夜になったらちょっとなんか無駄なこと考えなくて済みましたけど、あの暗くなったら。フラフラ、うん、ちょっと気持ち悪い部分もあったらしくて、結構来てるなっていうのは感じましたね、うん、すいませんね、めっちゃ本当すいません、足引っ張って申し訳ねえなと思いながら。いやいや、もうそんなめちゃくちゃ走ってるから。やぶこぎとかガンガン先に行って見てきてくれて、待ってくれて、それでもついていけない。走ってる距離は全然違う。小野さんはどんな感じですか？小野さんね、もう橋渡ったの。ちょっと予定より早いんじゃない？予定っていうか、なんていうの、さっきの休憩が良かったんじゃない？来た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 。ちょっとあの足歩くな。ちょっと早いんじゃないですか？道路は走れないけど、左は走れます。あ、本当？走れた？走っても大して痛み、むしろ一瞬だから痛みない。あー、なるほどね。意外と走れましたね。ちょっとおかしい。コラボはやってるより行っちゃった方が。追いつきましたね。意外とたまに見てはいたんですけど。どんな感じですか？いや、どうですかね。でも勝負強いですからね。負けず嫌いですから。小野さんはどうなんですか？まあ、負けず嫌いなんじゃないですかね。はい、特徴は違う、ね、多少はね、まあ、諦めは早いかもしれない。そうそう、何が違うって、諦めが早いか
諦めが悪いか、今回珍しく諦めなかったですね。サポートしてもらってるおかげです。そうね、そういうことにしとこう。とりあえずやめてます。そうね。体は全然大丈夫ですね。びっくりするぐらい大丈夫です。自分が一番驚いてますね。いや、もうすごいの一言です。しかも調子上がってますからね。本当上り走ってましたし、もうスーパーサイヤ人ですね。回ってきました。どんな気持ちですか？よく頑張ったと思います。よくやった。今回得られたものってあるんですか？やっぱり友人の大切さですかね。みんな忙しいのにわざわざね、ここまで来て僕のペースに全て合わせて、いや、そんな普通でいいんですよ。そんなメンバーが僕のために集まってくれたのはやっぱり感謝しかないです。Thank you.
やりたいことは何ですか？唐揚げが食べたい。もないですね。最終的に走り方を忘れました。とりあえず終わってよかった。終わってよかった。諦めないでよかったですからね。それだけですね。どっちが好きだったですか？この力をまだ全然持て余してるというか、うまく使いこなせてないな。ああ、寝とけばよかったなって。寝るという付き合い方、なんか勉強まだ全然足りてねえな。200キロぐらいあったらもっと行ってましたね。そうですね。帰り走ってたやつ。ちょっと距離が短かったですから。そうですね。はい、撮ります。はい、チーズ。はい、OK です。一緒に来てもでよかった。一緒に来てもでよかった、ほんまに。うん、もう二度と来てとは言います。もうサポートしませんけど。切りましたよ、もういいか。ギリギリ間に合いましたよ。間に合ったんですね。間に合いました。やった。奥伊吹の夜間に、ドリームさんと二人で11時間。励ましやって、あれ多分僕人生で一生忘れないと思います。膝ですか？膝、そうっすね。皿の上と
内転筋のところと、もう外も、あと四頭筋と、ハムも釣りそうです。あと足の裏全体的にも。全部ですね。はい。なあ、何やってんだ、もう。人がいる。人がいる。人がいる。で、真横にパックリ。市街地の記念に位置って多分そのための位置だったそうか。じゃあ追加で前に石があってヤッキーです。レアンスとかさ、みんなが言ってたそれがすごい嬉しくてゆっくり行きましょう。はい、はい、ボランティアの方もめちゃくちゃすごい温かくて、みんなと答えてくれてるなと思って、あれ一人かけても買うのも、まあ、今も私は一人立ててなかったんだろうなって思って、まあまた感想してないですけどいやもうフィナーレかと思いましたでも感想したい感想する。完走します。で、この後病院行ったら虐待されてるって言われる。行かないです。警察に通報されたんですよ。長ズボン履いたら、それはだいたい高いクリアが破れるんで。履かれへんと。履かれへんです。水分でカロリーとったらコーラでもガッツリ入れとらんと。ここまでどうですか。いや、きつかったきつかった。転びまくって反対側の足見てもらって、これ内側内側これがどうしたんだろうこれどうしたんですかね。やっぱり何なんですかね。わけわかんまあ、ハケでも行くって言ってるから。多分、会った時言ったと思うんですけど、自分の限界に挑戦したいって。走るとこはしっかり走って、その自分の感情をコントロールしながら、もう一緒ずっと考えてます。
かったから。惜しかったかな。全部一周ぐるっと見えて、回ってきた山まで。あ、やってきたなと思って。始めた頃、あの地元のトレラン講習会で知り合って、そこからよく一緒に走ったりとか、繊細で結構気遣いなところもあったり、今回もなんか結構寝れなかったみたいで、やっぱり興奮状態だったりとか、いろいろ気になって目が覚めちゃうのかなとか、こんだけむくんでボロボロになってで、ここまでの姿はやっぱ初めて見たので、すごいなと思いました。ありがとうございます。38番出ます。38番。はい。行ってらっしゃい。ありがとうございます。またゴールで会えますように。ありがとうございます。次また待ってます。じゃあねー。いらっしゃい。はい。待ってて。楽しんで。ここから道綺麗なんで、まだ楽で。はい。はい。プラス50キロ、120キロ。あまり人に耐えるの好きじゃないんですよ。結局何もできんの。でも今回ばかりは耐えられないと無理だなって思ったんで、あ、迷惑かけなかったなっていう気持ちだな。なんか自分で達成した感じはあまりないですけど、嬉しいとか。人間生活とても分かんない。強いですよね。こんな人はいないですよ。増えてありますよ。口ベタですけど。サポートの方がめっちゃこう頑張ってたんで。はい、行きまーす。お疲れ様でした。
日ぶりの歯磨きはどうでしたか？はい、とてもスッキリしました。良かったです、はい、美味しかったです楽しかったですね。10年に1回ぐらいは体験またしたいかなと思いますちょっと思ってるもんちゃうもん思ってますけどね。想定外のものを思ってる。あったあったあったよかった。お帰り。長い旅が終わります。レニープレミアムゴルフのゴールです。忘れてたんかい。感想してくれたので、はい、忘れるなよ。ごめんな。All the loving that I just ignored.